おはようございます、稲田和馬です。私は流しをやったり仏像作品展というイベントのプロデュースを行っております。本日は7月14日木曜日ということでございまして、7月14日といえば私の小学校の同級生の吉田くんの誕生日でございますね。吉田くん38歳の誕生日おめでとうございます。私は2月生まれなのでまだ37歳ではございますけれども、他には山本くんとか5月19日かな、あとはもう一人山本くんが11月の19日とかですね、あとは宮本くんっていう子が2月23日とか、高畑くんが3月25日とか、まあ何しか人の誕生日を覚えるのがすごく大好きということでございましてですね、まあそんな感じで本日も楽しく元気にお届けしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。本日は雨だったものでチャリ旅はお休みにしました。本当は今日は大だったので大阪城公園でも行こうかなと思ったんですけども、お休みということでございまして、朝から元気に活動しております。よろしくお願いいたします。本日のテーマはですね、名刺を新しくしたぞということでお届けしたいなと思ってます。名刺をもともと持ってましてですね、意外と流しに行っております。まあ先に名刺をお見せしましょう。名刺ですね、この辺かな、ほら名刺を新しくしまして、稲田和馬ということでこちらに私がおりまして、でこの SNS のマークに、まあ、あとメールアドレスだなんだということで、こちらロゴですね、パロということでございましてですね、名刺を新しくして、別にもう流しなんて書かなくてもこれ見れば、まあ、私流しやってるのは大体わかるだろうみたいな感じで、もうこの言葉いらずということでお届けして、裏ですね、裏はこの YouTube とソングリストと改めて作りましてですね、まあ、YouTube はまあ最近このようにやってるってなんですけど、このソングリストですね、これ何なの、これ新しい試みなんですけれども、この名刺でこの URL でこの ソングリストを写しましたら、私がその、まあ、言えたら持ち歌のリストのようなものが出てくるということで、まあ、これで何かリクエストができるんじゃないかなっていうこの新しい実験ですね。とりあえず300枚作ったんで、でまたなんかちょっと変えてみるのはいくらでもできるから、まあ、とりあえず名刺を新しく作ったぞということで、ございます。まあ、何しか流し言っております。意外と名刺ありますかと、名刺数名刺とかいただけますかって言っていただくことが多くてですね、あ、名刺っているんだということで、もうそれだったらちょっと名刺作ろうということで、別に会社でもないんですけど個人事業主なんですけどね、まあ、名刺を作ろうということで、まあ、どういった名刺がいいだろうということでいろいろと作ってはみたんですけれども、最初はなんかその、流し始めた頃はその流しとかギターレッスンとか楽曲提供とかいろいろ書いてたんですけど、まあ、ギターレッスンはもうやめちゃいましたし、楽曲提供、まあ、やってますけど、まあ、なんでしょうね、まあ、そういう言葉じゃなくて、まあ、まあ大体会えばお会いすればその何やってるかというのが大体伝わるかなっていうのがありましてですね、シンプルイズベストが、まあ、一番いいかなというのがあって、名刺を作りまして、300枚とりあえず300枚作りましてですね、でこれでまたいろいろと解消していこうかなと思いましてですね、やっとこの名刺作るのに3日ぐらいかかったんですけどね、私あんまりこう デザイン系があんま得意じゃないですけどね、これをキーノートといって、まあまあWindows でいうなんだパワーポイントみたいなやつで作りましてですね、まあ、サイズとかいろいろやったんですけど、まあ、何しかうまくいったなということがあってですね、まあ、これからこの名刺を回って名刺配りを久しぶりにはね、私中央試食したことがずっとやってるみたいな感じで名刺を配っていこうと思ってます。そんな感じです。それではまた。